はい、皆さんこんにちは、足尾寺です。今回は JR 西日本山陽本線と可部線の横川分岐をご紹介します。横川駅は山陽本線の途中駅ですが、可部線の起点分岐駅でもあります。見学は2009年8月です。よろしくお願いします。横川駅は見学時において広島駅の西隣の山陽本線の途中駅ですが、近年利用者数の増加が著しい可部線の起点分岐駅でもあります。可部線の起点駅ではありますが、全列車が広島駅もしくは伊園まで乗り入れており、当駅発着の列車は設定されていません。構内配線略図です。構内は山陽本線が2面3線の国鉄型配線、可部線が島式ホーム1面2線となっています。分岐点は構内上り方にあり、分岐点からホーム手前までは単線となっています。ホームは山陽本線と可部線とでは若干角度がついたハの字型の配置となっており、可部線ホーム下り方端部付近が分離点となっています。分岐の形式は自伝分岐型、構内配線の形式は線路別です。可部線下り列車からの全面展望です。この位置には2015年3月14日より新白島駅が設置されています。下り場内信号注意源示、進路は4番可部線です。この分岐器を右方向へ。山陽上り線を少し逆進し、この分岐器を右方向へ。短い区間ですが単線となり、ホーム手前の分岐器を左方向へ。ホームに差し掛かり到着です。出発信号進行源示で出発です。すぐに隣の御滝駅の遠方信号機が現れます。太田川放水路を渡り、可部駅へと進みます。山陽本線に3番乗り場より分岐点を望みます。山陽上り線を横断する渡り線が見えます。可部線4、5番乗り場より分岐点を望みます。山陽本線から分岐後は単線となっている様子がわかります。広島方面行き可部線列車の通過です。山陽本線3番乗り場より分離点を望みます。山陽本線と可部線の間にある駐車場より分離点を望みます。可部線4番乗り場より分離点を望みます。山陽本線下り方を望みます。分離後もホームが続きます。下り方すぐのところで太田川放水路を渡ります。山陽本線上り列車の通過です。可部線下り方を望みます。急な右カーブを可部線下り列車が通過していきます。カーブの先で太田川放水路を渡ります。可部線下り列車の通過です。山陽本線に3番乗り場上り方より下り方を望みます。下り方より上り方を望みます。山陽本線の駅名表です。西広島は山陽本線の駅です。山陽本線に3番乗り場上り方より可部線ホームを望みます。可部線4、5番乗り場上り方より下り方を望みます。可部線ホームの駅名表です。御滝は可部線の駅です。可部線ホームの先下り方に立つ可部線のレイキロポストです。横川駅南口の様子です。駅前には広島電鉄が乗り入れています。横川駅北口の様子です。今回は JR 西日本山陽本線と可部線の分岐横川分岐をご紹介しました。近年混雑が著しい傾向にある可部線は、横川駅構内の単線部分が運行上のネックとなっていたことから、2015年3月14日よりこの部分を複線化し、ダイヤ設定の自由度を上げることができるようになりました。
この動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。